では定例知事会見を始めます知事よろしくお願いしますえ皆様おはようございますえ本日も距離を取りましてマスクを外し聴覚障害者のためにご配慮申し上げながらさせていただきたいと思いますことをお許しいただきたいと思いますえ昨日は日本全国このオミクロン株の影響によりましてコロナの 陽性者確認がいよいよ4万人に近づくということになりました中でも東京都におきましては7377名の陽性者を数えるということになりましたこれは大阪ですとかあるいは愛知県お隣の兵庫も上がってきましたし福岡もそうですしそれぞれに過去あまり勢いの 見せなかった、こういう勢いのなかった、びっくりするような形で今上がっているということでございます。で私ども鳥取県では昨日は83名の陽性者ということになりました。傾向は相変わらずでございます。私ども基本的な戦略としては、このオミクロン株もこれまでの デルタ株以前と移り方に大きな差はないのではないか。ただそのスピードはものすごく速いという認識で戦いを組んでいるところでございますが、そのうち東部中部は過去のクラスター、あるいは県外におけるクラスター的な集団感染などに基づく感染拡大が見られたものを今収めながら他の新たな え、感染ルートを追いかけているというような形でありまして、いわば一進一退の形を繰り返してきているところでございますが、まあ、西部につきましては、え、まあ、今、状況は変わってきているというふうに認識せざるを得ない状態になってきました。まあ、いわゆる市中感染という段階に入ったと言えます。え、まあ、それは、え、まあ、過去、え、いろんなクラスターと、え、ございましたし、 また飲食店でのクラスターもこの度西部でも確認されるという状況が強くなってきておりますがそういうようにやはり感染集団というものが見られる一方でそれ以外のそうした感染もですねこれは年代層としては昨日もお年寄りの方もおられればまだ3歳程度の小さいお子さんまで え、バラエティに富んだ形になっていますし、その感染ルートも、え、追い切れない人が出てきている。これは、え、周りの中、周りにですね、え、感染されておられる方が、え、おられるかもしれない。まあ、そういう注意を払わなければならない、え、段階に、え、県政府は来ていると、え、考えております。まあ、そういう意味で、え、特別警報を発令をさせて、え、いただく。 みんなで予防をさらに強化しましょうというふうに呼びかけをさせていただいているところでございます。そのオミクロン株などの状況でありますが、第6波におきまして、感染状況でございますが、これ、最近の傾向も含めて、ですね感染治療の今、約96%がオミクロン株でございます。 特に1月11日以降の事例でスクリーニング検査を経ているものは全てオミクロン株ということになりました。ただ皆様もご注意いただかなければいけませんし、報道を見てて若干気になりますのは、例えば東京都さんなどですね、1割程度かある一定割合デルタ株があるということです。で、本県もわずかではありますが、やっぱりデルタ株の感染者もいらっしゃる。 え、わけであります。で、このデルタ株は、あの、重症化が、あの、オミクロン株と比較しますと、え、まあ、高い、え、という率になります。え、現在、あの、本県では中等症お一人、え、でございましたが、え、そのは、その方は今、デルタ株だけになっています。で、他に、あの、中等症で、に、あの、進まれた、え、オミクロン株の方もいらっしゃいましたが、 数日で軽症の方に戻られるというように移行してきていますだからやはりデルタ株がまだあのこの国内で一定程度あるということはこれは無視すべきでない事実であろうかと思いますオミクロン株に隠れがちでありますがそういういデルタ株の存在というものも我々は注意していかなきゃいけないと思います で先ほど申しましたように今週に入りまして、西部を中心に、えーまああの、いわゆるリンクが見えないと言われるような事例が増加をしておりまして、えー、特にあの、えー、特徴的なのはですね、えー、無料の我々の県の検査で、えーまあ、陽,性な陽性が判明するという方が、えー、かなり見られるようになってきました。 昨日も政府の分科会でこの無料検査はやめた方がいいんじゃないかという学者の方がいらっしゃったんですが、絶対にそれは許されないということを申し上げました。また、あの、中には、優勝状者だけ無料検査をさせればいいんじゃないかというお話もありましたが、優勝状者を無料検査所の薬局の方に誘導しますと、薬局で感染が起きるかもしれないということになります。 で、薬局の方と私どもを説得をさせていただいてですね、えー、ご納得いただいてやっておられるんですけども、えーまあ、そうしたあのところがあの、この無料検査自体されかねないということでありまして、ちょっとあの実も分かっていない学者の発言かなというふうに思って昨日、えー、恐れながら政府の分科会であの否定させていただきました。えーまあ、そのことなどもございますが、 やはり全国そうだと思います。無料検査で見つかる方が増えてきていると。これはやはり重要なことであって、岸田総理の決断でこの無料検査始まったんですが、このことは一定程度やっぱり維持していかなきゃいけないということだと思います。で、それと合わせて、お医者さんで見つかる陽性者も増えているという事実があります。何を意味するかというとですね、 えー、今のオミクロン株はあの大抵症状が出ると思った方がいいですで鼻が,鼻がぐずぐずするとかですね、えー、喉がおかしいなとか、えー、それから急に熱が出るとか、えー、結構その有症状でございますであの無症状っていうイメージが先行してますがあのそうではなくて、えー、何らかのサインが出るのがオミクロン株、えー、であって従来とちょっと違うということですね。 えーまあ、ですからお医者さんに行くわけですですででからお医者さんで見つかるということが増えてるわけですね。えー、まあ幸い本県の場合はこの検査診療のの協力病院がですね他県と比較してものすごくあの 協力していただいてまして、全国でもあのナンバーワンの、えー、そういう比率になっているものですから、従いまして、えーまあ、こういう、えーまあ、お医者さんのところで見つかるケースも増えているということであります。で、こういうものが増えてきたということは、要は、我々の行政検査で、えー、陽性者がおられて、かなり広めに鳥取県を見ますが、それ以外のところでまだ見られるということでございますので、まあ、市中感染と言わざるを得ない。 状況になってきているということです。ただまだコントロールを失うき切ったわけではないと我々は思っておりまして、後ほど申し上げますが、まあこれからのオミクロン株との戦いをまあ考えますと、あの二つのポイントを考えたいと思っています。まあ一つは軽症者がわーっと一気に発生してくるということですね。 でその方々を全部、病院に入れる必要があるかというとこれまでの経験上ですね大抵の方は数日間、高熱が出てそれが引いて元気になられるという方が圧倒的に多いですですから家でじっとしててもいいというメッセージもあるんじゃないかと昨日、分科会でも議論の中でありました。確かにそうだと思います でそういうようなことでありますので、えー、本当であの高齢の方とかです、ねえー、基礎的なリスクのある方が感染した場合など重点的にやはり病床を使ってもらえるオペレーションをしていく方が命を守る戦いには良いのではないかそうすると軽症者の方のケアをどうするかこれが多分オミクロン株の一つの大きな戦略目標になると思います。 で、また、急速に、こう、せり上がってくる、そういうカーブで、感染が起きます。で、このせり上がってくるカーブは止められないのかというと、本件でやっているように、積極的な疫学調査などを、なんとか機能を維持していくことで、感染の連鎖を断つことができるのではないかと、考えております。まあ、それによって、総数を減らすことができる。 健康な方を増やすといいますか、維持することができる。当然、病床だとか医療や社会的負担は減ることになりますし、経済社会活動へのインパクト、b g p も考えて、それがやはり重要だと思うんですね。で、こちらの機能を維持することを、やはり積極的に本件としてやりたいと思います。で、そういう山をなるべく大きくしないという、そういう戦い方ですね。 この二つが主眼になるというふうに思います。で、感染力が強いので、10代、20代といった若い世代を中心に拡大していますけれども、先ほど申しましたように、昨日の状況を見てもですね、高齢者の感染も見え始めています。全世代型に今感染が拡大してきている状況になってきたのではないかと思われます。 特に、あの、高齢者の施設に感染が、あの、事例として出てきております。で、あの、県外でも当然、こういう事例が今、増えてきておりまして、後藤大臣も昨日、この分この点を非常に強調されて、継承を鳴らされておられました。従いまして、本県でも重症化リスクの高い、 高齢者施設等を中心として機動的に無料で検査を実施するということをやっていくこれによりましてリスクの高い方々が重症化して場合によっては命に至ることがないように防波堤を築いてまいりたいと思っておりますここに若干最近のデータを加えたグラフがありますこれは陽性者の推移ですね。 第5波と第6波の立ち上がり、本県の場合、第5波、当初、東部でこれ、全く県外の方が本県の施設に入られて、それで県外の方だけで成果しているという特殊な事例がありました、それを除い,たものがこの除いたものがこの青いグラフが本県の推移です、今回のオミクロンによる第6波、この立ち上がりがこういう形になっているんですね。 で、従いまして、えー、かなりあの、速いスピードでこう上がりかけているということです。で、これがあの、えー、周辺の全国の状況ですここからどんどんとこう、さらに速度を増して上がっていくということが、この波形から見え,か見えるわけでありますが、これをなんとかですね、こう、えー、行ったり来たりとか、あるいは伸びるにしても山を低くすると。 であの今の特徴として言われるのはです、ね、オミクロン株のこれまでの分析例からそれの世代時間は2日間という分析でありますでこれまでのデルタ株が5日間というふうに言われてましたこの世代時間っていうのはあの簡単に分かりやすく申し上げますと細胞が分裂をしていくこの1世代1ジェネレーションの子ですね で次の世代へとこうバトンタッチしてその間にこう増殖をするというわけです分かりながらでこれがあの短いということは爆発的にこう増殖していくということですねで,ですからその感染の速度が速くなるとで本県の,あの実際の感染例、えー、少量を見ても、えー、まあ感染してすぐに次の人に移す力があるとつまり体内で増殖をしてですね 次の人に使え,る使える力ができるまでの期間が短いわけですでこのこれ,がこれに基づいて、えー、全国でですね、えー、この感染の連鎖があの次々とつながっていってしまっているとでそういうチェーンリアクションが起こるもんですから、えー、感染が急拡大しているというように見えるわけですでじゃあどうしたらいいかということですねでこうにトータルでいうとこう上がっていってしまいかねない わけでありますがその感染の連鎖はあくまでも点と点の間が線が引かれてできるわけですからこの線が引かれる範囲をこうくくってしまうと、まあ、こういうことはやはり地道ではありますけどその後のさらに線が広がっていくその広がりを抑えることができますので実は従来以上にここを抑えることは オミクロン株の場合重要であると思いますなかなか難しいけどこれに本県としては人を大きく割いてやっていくことにする必要があるえ、こういうように判断させていただいておりますそれから陽性者のリンクの有無これがリンクなしというところがこれが西部,で中西部を中心に急速に今広がっているところですね。 でこれがあのつまり、えー、我々の方であの行政検査などを駆使して、えーまあ、あ,のある程度くくっているといまだにそのくくっている方が多いですけどもでそれ以外のところっていうのはそこからこう漏れ出したところがやっぱりどうしても出てきたり外から入ってきて気がつかないところがあるとでこういうものが、えー、さらに広げていくところを、えー、これを止めていくことが大事であります。であの結構ここれ地域で諦めざるを得ないところがありますが 本件は諦め悪くですね、えー、ここはあの戦いを続けていこうと。えー、賞賛はあります。そんなに長く続かないということです。で、おそらくオミクロン株はデルタ株やアルファ株と比べて、えー、そもそものその、えーまああのまあ、世代時間が短い株でありますから、まあ、ですから、えー、その山が急にキュとこう高くなりますけども、えー、その後、えー、それが 長く続くかというと、比較的短くなるはずだと。だから、ま、勝負どころとして、この1月2月あたりを、勝負どころと決めてですね、ここに集中投資していくというようなことをやって、全体としてのこのピークカットをすると。これを考えたいということですね。で、どうしてもそれでも、あの、軽症者が増えるので、軽症者対策を充実をするということです。これは60代以上の陽性率の変化。 でございますがここでご覧いただきますように60代以上の陽性者数こういうことも見られるようになってきておりますし中には80代以上100歳ぐらいいの方ままで出てきてきすこの辺りになりますと重症者の危険性というものに向き合わなきゃいけなくなってくるとで一気に私どももうこの病床に影響を与える可能性が出始めているので。 まさらにあのネジを巻く必要があるという段階であろうかと思います。でこれがあの西部地区における療養の状況でございます。まあ一月十八日以降ですね急増しているということで、まあこれがあの一旦今あの昨日は若干こう下がった形になっています。まあ必死で今追いかけてますので、そこの中に。 取り込めるところがあるとは思うんですが片方で飲食店街等でのあの感染例というものも複数のお店で見られるような状況があります鳥取方式プラスアルファというまあ、入院だけでなくて宿泊療養や在宅療養これを活用しようというそういうように今移行してますし事例としてはですね職場だとか飲食そういう場面の接触で 家庭に持ち込まれてその一家全員が感染すると、まあ、それで数としては増えてくるというようなことがございます、まあ、こういうようなことでありまして、まあ、これはちょっと長期的なスパンで取ってますが、まあ、長期的なスパンで取りますと西部地区の居住地別の陽性者数もこういうような状況でありまして圧倒的に夜なごし が多い。それからあと、境港、西白、こちらの方がございますので、特別警報ということです。昨日の状況でも、やはりその辺の数というものが多いということでございます。 えーあのまあ、先週、若干ちょっとご質問が、えー、東さんの方からありましたけれども、えー、オミクロン株の,あの県内の流入につきまして、えーまあ、あの精細にあのゲノム分析をやってます、でそのゲノム分析であの、今まで入ってきたゲノム分析の結果で見ますと、えー、特徴が若干ございまして、ですね、えー、オミクロン株と皆さん一括りで報道されますが、実はいくつかのこうタイプがあると。 でおそらく、あのこれあの時時、時間軸だとか場所とか、こういうものが影響しているんだと思います。で、あの最初はですね、最初にあの1月4日にあの公表させていただいたあの3日目に見つかった、1月3日に見つかったやつですね。で、これは、えー、全然別の個発例に見えました。頭、うん、部とそれから西部で、西部もそれぞれなんです。 で、それを全部くくってみ,みまして、その最終的に遺伝子解析をしたら、えー、よく似たものっていうか、まあ、同じものだったと。で、理由はよくわかりませんが、おそらくこの時期に、えー、関西の繁華街の方から入ってきたのではないかとも推定されるような、えー、疫学調査の結果でございました。で、その後ですね、本県の場合は、 山陽方面であのよく検出されるようなもののタイプまた関東でも見られるようなもののタイプの,あのくくりのえまあ遺伝子タイプえがあの入ってくる検出されるようになりましたで最近はですねえ関西を中心に関東でもえ見られるようなえそういうタイプのものえが多くなってきていると。昨日あの 尾身会長が総括をされてましたがかなりここのウエイトが大きくてですねであの年末年始に、えー、久しぶりに集まった仲間たち、えー、というところで典型的にはあの成人式の二次会のような場所、えー、こういうようなところがおそらくあの急速に拡大する原因になったと思われるのはあの本県もそうです。で全国的にもそれれがが多く見られると昨日尾身先生が 記者会見で言っておられました。で、それはあの本件も一緒でして、やはり同じような傾向があったということです。で、まあそのあの携帯というのは、昨日もあの文化会で尾身先生たち先生方に申し上げたんですが、皆さん飲食店というイメージがあるんですけれども、飲食店よりもホームパーティーのような方がよほどあの例としては多いです。 でやっぱりあの一定の防御措置をとっているとある程度はそれで制限されるものです感染拡大はですがホームパーティーのような場所ですと家の中で皆さんマスク外してワイワイやるとでこういうところこそ実は広がる可能性が高いところですでこの辺見落とすことなく PR した方がいいですよと申し上げたので昨日尾身先生も言葉としては家でっていう言葉を付け加えてましたが あれは多分、そうしたこちらの現場の分析をです、ね、加えてしゃべっていただいたのかなと思っております。で先ほど申しましたようにどういうふうに在宅での療養ということを組んでいくのかということなんです。で皆様にこれまでお話申し上げたのは在宅等支援センターというのを保健所で設置をしました。 でこれに基づいてこれと連携しながら訪問看護ステーションが中心になって24時間の見守りをしますということをあの本県としてはこれ基本軸として作ってありましてこれをデルタ株以降の対策としてやってきたところなんですね。でこれにこのたび県庁ハーシス班というのを設け新しい組織を もうけさせていただいて、後ほど申しますが、それぞれの在宅で療養されている方、お時間もありますし、ご協力を何とかいただいてですね、できない方は別に電話でやりますので結構なんですが、そのマイ・ハーシスというものに、その在宅の期間中ですね、ご協力をいただいて、これを活用していただくと。 でそうすると、あの病状進行の度合いなどが、えー、あのこれがあのシステム上見えるようになるんですね。でそこにあのバイタルデータ、いろんな基礎的なデータを入れたりしていただきます。でそれを見ながら、えー、全県一括管理で、あの県庁派シスさんが、この在宅の方の、えー、ケアについて、えーまああのえー、コーディネートしていくということを やっていこうとこれで、保健所の負担を減らしながら、その、この県庁、あの全県的な、この在宅療養者の増加を対処していこうと。で、さらに、え、あの具体的なお話をまた、それぞれまた、改めて申し上げようと思っているんですが、今、いろいろと下話を進めておりますけれども、え、診療所や薬局、医師会だとか薬剤師会さんのご協力も得ながら、 え、お医者さんによる電話診療や対面診療、また小児科の iPad、そこかかりつけ医の薬剤師で健康観察をしていただく。また、え、外処方ということをやっていただいて、経口治療薬でも対応していくと。で、こういうようなことをやりながら、え、まあ、在宅の方も、この訪問看護ステーション以外に、え、つまり、あの、 先週もちょっと質問がありましたが、あの訪問看護ステーションの数も限られていますので、えー、まあ今後さらに増えていく場合に、そこからオーバーフローしてくるところを診療所や薬局のお助けもいただきながら補っていこうと、でこれを今話し合いたいと思っておりまして、今、交渉をしているところです。それから併せて 市町村に明日またまたお願いもさせていただこうと思いますが市町村の保健師さんにもお手伝いいただいて健康サポートしていただけないかあるいは生活支援物資を配るとかですね福祉のサービスだとかこういうところを入れていわばオール鳥取県体制で一気にこの山が上がりますのでこの山が上がった時に大切なその患者さんの見守りということができるように。 患者さんが不安に駆られて、いろいろと困られることがあったり、さらに悪くです、ね、発見されないまま病状が悪化していたりということを、本県では何とか防止をしようと、数は多くなるのは確保しなければなりませんが、その時には、診療所や薬局、市町村のお手伝いもいただきながらというふうに考えております。 そして、あの、在宅で療養される方向けのインフォメーション、え、情報提供というかですね、冊子的なものを作りまして、え、しおりを配ろうということで今、あの、準備をしています。来週ぐらいには、え、配ることができると思います。そこに、あの、一つのポイントとしては、マイハーシスというものを、あの、入れようということです。で、これは、あの、ま、スマートフォンを使ってですね、え、それで、あの、健康状態を、 在宅で療養している方にご自分でこれによりましてあの大体こう病状の変化のパターンがありますがそういうものと見比べてみればこれはおかしいなっていうのは分かるわけですねでおかしいなとなれば即座に入院の手配に回していくということになるわけですでこれが非常に重要でありまして患者の方々も心配なわけでありますから。 こうやって自己診断しながら、えーまあ、あの私どもの方でも県の一括管理でこうしたものをあの患者の方々のお世話をのセンターをさせていただこうというものですでこれは、えー、在宅療養の方にお勧めをしようとそれから、えー、オミクロンこれはあのイ,ンフォメーインフォメーションのところですけどもでオミクロン株の特徴だとか体調が思わしくなかったら 24時間電話で対応しますのですぐに連絡してくださいねということこれ非常に重要ですそれから在宅療養中家でどうしたらいいかだとかですね食料のサポートだとかこういうことをいろいろと書いてそれでお渡しをしながら在宅療養をしていただくというふうにそのあのしおりを今整えるところでございますそれから県庁の方の体制もですね 先ほど申しましたようにピークカットをするためには、まあ、その感染の連鎖を一定程度断ち切ることを怠らずやることだと思ってます、まあ、他県でもやっておられますが今の状況ではもう売買ゲームのように増えていく状況になってしまいましたでああいう形になるべくならないようにですねできれば行ったり来たり少なくともじわじわ上がる で、それ、じわじわ上がりますけれども、先ほど申しましたように、オミクロン株全体の、あの、勢いが衰える時期はいずれ来きます。で、それが、通常よりは早いんではないかと、我々は期待していますが、え、まあ、それまで持ちこたえることができれば、全国も落ちてくれば、本県も落ちてきますので、え、ですから、あの、全体としては患者数を減らすことができる。え、そのためには、人手が足りないということです。 これどうしても行政の職員が必要でありますので、思い切って、まずですね、県庁の西部総合事務所の一部の事務所については大幅に、いわば半ば閉じる形にすると。もう戦時体制なので、その人員体制、組織ごと改めてしまうと。で具体的には観光だとか、建築だとか、農業改良普及だとか、こうしたところは不要不急の業務、 というものを先送りさせていただきましてご理解をいただきまあ一時ですので今月来月ぐらいが勝負だと思っていますでオミクロン株対策の方に回させていただきたいと思います、まあ、最大100人規模という大幅な人員増を行うとでこれによりまして保健所業務というものをサポートするとであの本庁でもさらにそれのバックアップ体制というものを組むと。 で、これはあの、今、西部でスタートを、ええ、ま、今日からさせていただく。ええ、オミクロン緊急体制にシフトします。で、さらに、ええ、東部、ええ、それから中部につきましても、この準備を整えていき、ま、発動、ええ、すべき時に、ええ、即座に発動していくということにさせていただきたいと思います。 それで、あの、県民の皆様にですね、ええ、まあ、ご留意いただくことでありますが、昨日、尾身先生がおっしゃったのがこれでございます。やっぱ、人数制限ということを強調されていました。で、あの、えー、人数制限、先生はそこ、あの、だいぶ強調されましたが、それに関わら、それに、と、伴い、それだけでなくてですね、ええー、要は、あの、飛沫感染、で、また、飛沫に基づくマイクロ飛沫感染といわれるエアロゾル感染、 これがやっぱり主流だと思いますもちろん接触感染もあると思われますが本件の実情を見ていますとあ大抵こう飛沫でうつっていると要はマスクをしてるかどうかが一番重要だと思いますでワクチンの接種の有無以上に今マスクの有無が重要であります でそういう意味でマスクが非常に重要だという啓発をさせていただかなきゃいけないわけでありますがそれと合わせてですね会食時での感染が目立つということでありますが大人数、大皿大声大騒ぎこういうものがキーワードでございます大声とか大騒ぎというのはちょっと分かりにくいかと思うんですが大声を出しますとあのくしゃみをしたぐらい飛沫が飛びます えまあそれで大騒ぎでするとそれは皆さんが同じことをやりますので渦を巻くように飛飛沫が飛ぶわけですねでその中で閉鎖空間でありますとこれが部屋におられる方みんなが瞬時に一緒に感染していくようなそういうマイクロ飛沫感染の状態になると。 だそういうあの、いわば実験室のような状態ができるということですよね。ですから、今しばらく、この1月、2月は、お食事などは結構なんです、食事などしていただいてもいいんですが、できれば、マスクをつけながら、外しながらの会食にして、話すときはマスクをするとで、それで特に人数が大きくなったり、大声だったり、大皿だったり、大騒ぎ、これは、大皿は要は、飛沫を共有する可能性があるということですね。 えー、ですから、まあ、こういうものは控える必要があるだろうとであの先生方学者の皆さんがよく大人数のことを言われますこれはあのやっぱりあのデータを見るとすごく不安になるんだと思うんですねつまりあのあの1回でこう集まって例えばマイクロ飛沫感染が起こったとしますとその空間にいる人みんなが感染の可能性がある、えー、そうなった時にそこにいた人数によって、えー、それであの、えー その移る人数が変わってきますから、まあ、ですからえここをあの4人だとかいろいろとこうおっしゃるえしあのそういう基準をまあ国の方でも設けておられます、えー、ただこれは要はあのえなぜ5人じゃいけないかというと5人になるとクラスターという定義になるからだという程度でありまして私はあの正直あんまり意味がないと思ってます。そそそももそうした状況を作らなないことが大事なので 大声だとかあるいは大皿だとか大騒ぎの方がよほど控えるべきものであって大人数についてはあえて定義を設ける必要はないと思ってますただあのイメージとして思っていただけたらいいと思うんですけどもまあ要は今若干こじんまりと楽しみましょうという時期だというふうに思っていただければよいかと思いますまあ飲食など自体があの禁止されるものでも制限されるものでも私もないと思います えー、ただ、えー、マナーを守って楽しまなという、えー、鳥取の標語のようにです、ねえー、皆さんにも、えーまあ、ご共感いただきあの応援をしていただけると本当ありがたいと思います、えー、それからあの、えーまあ、昨日もちょっと分科会でも私は申し上げたんですがそのこういうあのパーティー的なもの以外に実はあの全国の知事がみんな言うのは学校のことなんですね。 でなかなかこれは政府も、えー、ここはタブーなのかあんまりおっしゃらないんですがやっぱり学校の対策というのは非常に重要だと思いますであの今学校での感染が本県でもクラスターが相次ぎまして、えー、報告をされているところですそれでおとといですね、えー、専門の先生に、えー、実際にクラスターが起こったところに入っていただいて、えー、点検をしていただいたアドバイスをいただきました で、これを踏まえてですね、えー、ま、あの、ガイドラインを早急に見直させていただき、えー、各学校の方にも徹底をしたいと思います。これ、あの、学校を閉めるという選択肢もあると思うんですが、えー、学校を閉めるという選択をする前にですね、えー、まずは、あの、安心して学べる環境というものを、えー、私たち鳥取県としては作ってみたい。えー、まずはそっちに挑戦すべきだと思ってます。 まあもちろんあのマスクのことですね。これは非常にまあ重要だと。あと、換気だとか手洗い、えー、消毒などもあります。それで、例えば、ちょっと盲点なのは、リコーダーの演奏みたいなのがありますよね。でこれよくあの小学校なんかでもやるものであります。でリコーダーを演奏するときはマスクを外すわけですね。ですから、このマスクを外すということがえ必ずあるものであります。ですから、この文が実は、 クラスターを起こすようなリスクにつながるということになるわけです。で結構あの力を入れて吹けばそれだけ飛沫が出るわけです。で大声を出すのと変わらないようなことになると。でこういうようなことがありますが、えー、ずっとじゃありませんこのオミクロン株が流行っている間、えー、そうした活動についてはある程度規制するというか、まあ、自己抑制しましょうというそういうあの教育現場の考え方があってもいいんではないかということですね。 体育のスポーツ活動これもすごく多いんですね全国ではこうした集団感染が多発をしてますし本県も見られますでまあそういうような体育の時の注意事項であるとかでまあ意外に思われるかもしれませんがあのまあ特に小学校なんかはあの雑巾がけっていうのは教育カリキュラムのようにやるわけですよねただあの雑巾がけをする時はあの床に近いところに子供たちの 鼻や口があるとということですでその時に床のウイルスと巻き上げますので実はそれって実は危険なところがあるということですだから感染が今非常にデリケートに広がりやすい時についてはこうした活動についても控えた方がいいんではないかということですね。あとは黙食のことなどがございます。 それからこの他にバックヤードだとか、つまり職員室みたいなスペースですね。そうしたところが意外に盲点だと。で、ここらをもう少し加えたですね、指導に改めようと。今日また対策本部でも議論をしようと考えております。それから3回目の接種をすることが非常に重要であります。山をこう低くする。 え、それから特に、あの、重症者のリスクの高い、え、方々を優先接種させていますので、それを前倒しするってことは重要です。で、明日また、あの、市町村長さんとか、医療関係者と一緒にこのことも話し合おうとしておりますが、え、これまで大分、あの、交渉を進めてまいりました。え、それによりまして、あの、医療関係者の方では、コロナ協力病院は今月中に、あの、すべて3回目接種が完了すると。 いうことになりました。またあの市町村の方でもごじご尽力いただきまして、今あの順次前倒しを各市町村に進めていただいてます。結果として、今月中に一般の高齢者の接種開始というところが視野に入ってきました。またあの2月中に一般高齢者にすべての市町村でこう前倒しをして7ヶ月というようにしていくと。 それから、すべての市町3月からですね、3月になりますと、一般高齢者、一般の方、これの前倒しということを今進めようと。明日また、あの、市長村長さんにも、ご協力を呼びかけさせていただきたいと思います。要はこの1月、2月、そして3月が非常に重要な山になると思います。オミクロン株のピークっていうのは、いずれ来ると思います。そう遠くないのではないかと思ってもいいと思います。従いまして、 だこの流行っている時にで,す、ね、できるだけ早くこの接種を進めるということが重要でありましてその辺をまた明日お話し合いをさせていただきたいと思います。そして追加接種の前倒しですねこれがそのちょっとスケジュールの棒グラフでありますがこうした形で前倒しをして対象人数をこう増やしていこうということであります。 それから、あの県の方でも大規模接種センター、この開設も前倒しをさせていただき、3月の末までに3万人分の追加接種を完了しようというふうに考えております。まずですね、中部に始まりまして、東部、西部にも設けるとで、その中部でありますが、1月の29、30で、まあ、あの最初のこう県営大規模接種、 倉石の方からスタートをさせていただき、東部西部でもこれに続いて設置を進めてまいりたいと思います。で、これにつきましては、えーまあ明日からですね、予約の受付をさせていただきたいと思います。まあ、総理もモデルナの予防接種をするという報道がありますけれども、モデルナ、な何の問題もございません。あの先生方もそれを強調されておられます。 むしろ、ファイザーを打ったあと、モデルナを打つことで、抗体価が上がるという、そういうデータも出ております。予約は必要でありますので、予約をしていただきたいと思います。それから、職域接種、これも各業界の方に呼びかけをさせていただきまして、すでに11の会場での職域の追加接種というものが登録をされたところでございます。 また、あの、鳥取型食育共同接種推進プロジェクトとして、あの、共同の、あの、事業ということをさせていただこうと。で、あの、県庁の職域会場などもですね、設けさせていただいて、参画を、あの、皆さんと一緒にやっていこうと。で、こういうことで、あの、できるだけ効率的にですね、こうした接種が進むことが、我々の目標であります。今回、オミクロン株による第6波、 これはいずれ収束するでしょう。で、その後もまた、私たちは考えておかなければいけません。このブースター接種をさらに早めにやっておくことで、いよいよこの新型コロナの幕を引くというところに持っていければと思っております。それから新年度予算に向けてですね、検討させていただいている一つのポイントとして、 県内の小学校全学年に30人学級を導入しようというふうに考えております。これがこれから議会と協議をさせていただいた市町村と協議をしますが実現すれば全国に先行した全学年30人学級ということになります。具体的には今国が考えているものがこれなんですが小学校1年 小学校2年のところ35人学級ということがございますそれを年次進行で35人を広げていこうということですねで実は本県はすでに30人30人そしてあの小学校3年から6年までは35人の学級を市町村と共同で実施をしてまいりましたでこの小3から小6のところにこれから今度入り込んでいく国の方の学年振興による この,まああの35人学級が進んでくるんですが、えー、それの前を行こうということですねで私たちはこの40と35とこの1つの,の協力してここを押し上げたわけでありまして、えー、これを今度我々もあの30人学級の方に同じようなあのエネルギーを使って押し上げられないか、えー、まあ一つの考え方だと思います。 まああのこれによりまして、えー、まあクラスの規模がですね、えー、この今、実はこう30人と35人と小2小3の間で、実はギャップがある状態でやってきたんですけども、やはりあの急にこうクラス規模が大きくなった時に、えー、子供たちの,あの行動に及ぼす影響というのもあります。それを落ち着かせるということであったり、コロナでですね、やはり同じ教室スペースをできるだけ広く 一人一人に与えたいということがあったり、また保護者の考え方であったり、学力向上、等々いろんな効能があろうかと思います。で来週、市町村と一緒に、市町村長と一緒にやります行政懇談会、これのメインテーマの一つに、この30人楽器をさせていただきまして、この行政懇談会でご了承が得られればですね、 市町村との共同事業でありますこの30人学級を県議会の方に提案をさせていただきたいと考えておりますまあこれにつきましてはあの国の方が年次振興で40人35に切り替えてくるのと合わせて年次振興で30人学級に持っていこうというものでございますであのこの行政懇談会来週開かれるところではですね えーまあ、一つには、このコロナ、オミクロン株の問題や、えー、ポストコロナを睨んだ、経済社会の再生のことを話し合う必要があると思っています、えー。それから、あと、えー、その他にも、あの子育て、えー、これにあの注力をしていく、この3十人学級と合わせた課題。えー、さらには、あの原子力発電所。 の今2号機の稼働問題ということも今ございましてこうしたことについて問題意識を共有させていただきたいと考えておりますそれから本日からですね全国で初めてになりますが SDGs 企業認証これをスタートしようとまずはパイロット事業としてですねこの企業認証に向かう企業さん えー、とあの伴走支援を始めさせていただき、えー、4月の年度代わりから本格運用に移行させていこうと考えております。まあ、応募があった中で、えー、今あの21社につきまして今日先行、えー、決定をさせていただき、えーまあ、そしてさら、えー、に審査継続中の企業さんにつきましても 今後また追加認定というああに審査を進めていきたいと思いますで伴走支援をして専門家を派遣したりです、ね、支援機関での経営支援などをスタートさせそれを本格運用につなげていく、まあ、思行とさせていただきたいと思いますであの中身としては、まあ、セルフチェックをしていただく 環境や社会、経済、17のゴールがありますが、それに目標設定をしていただくということ。で、これを3年一度更新をしながら、この認,認証をすることで、例えば銀行さんの、あの、融資に影響してくるということにもなろうかと思います。また、あの、様々な支援制度と、あの、組み合わせていただきたいと考えております。 それから JR でありますが、先般中国知事会を開催をしたときに、みんなで話し合ってですね、JR に要望しようということになりました。これにつきましては、来週 JR の長谷川社長に要望をさせていただこうということになりました。 またあの27日の日には関西広域連合が開催されますまここでも今あの京都府さんとか兵庫県さんだとか影響の多いところとも話し合いを進めてますがこの関西広域連合の委員会でもこの JR への要望について議論しようということにいたしておりますで JR さんに働きかけるだけでなくて我々の利用促進を図っていかなければなりません新年度予算も含めてこの JR の利用促進 を今後議論していいいきたいと思います観光面での利用促進 JR 西日本さんと一緒になって観光利用を進めていこうと例えばヤクモがありますがヤクモについては今車両更新ということが議論の訴状に上がっていますヤクモを走っている今の振り子型の特急列車ですねあれは初代のものでありまして これも全国で唯一、ここの白尾線だけで残っているものです。で、それが、あの、姿をいずれ消すということは、これはまた鉄道ファンにとりまして、非常に大切なターニングポイントになりますので、これも逆に観光素材になるんじゃないか。そんなことも含めて JR さんといろいろと今、議論を始めているところであります。 それから、生活面におきましても、あの、通勤、通学、通学はそうですけども、通勤とかですね、えまあ、あの、公共交通利用する、そういう会社ぐるみで取り組むようなところを応援するとかですね、そうしたことなど、こういう JR の応援ということも、地域としても、運動でやっていくと。で、それで、この地域の路線、やはりこれをの残さなければいけない、JR として頑張りましょうと。 こういうようなことを我々としても応援していく体制を整えていきたいと思いますそれから昨日三佐町の松浦町長や沖田温泉組合長さんなどがお越しをいただきましたでその時に意見交換させていただいたわけでありますが日本遺産幸い三年目三年間ですね3年後の審査まで一応残るということは決まりましたがそこから先は 競争になる従いまして例えば日本遺産というものを活用するプロジェクトチームこれを県と三笹町とで合同で作らさせていただきその利活用 PR などをこれから進めていこうとそうした特別なプロジェクトをスタートさせたいと思います。 また、え、県内に他にも、え、大山とか、それから麒麟の町といったようなことがございまして、え、こうしたことと連携をしながら、え、国内外に、え、日本遺産を売り出していくことも考えていきたいと思います。え、それから、え、まあ、青谷弥生人の、え、今、コンテストをやって、まあ、今月いっぱい、ちょっと審査かかりますが、え、この、あの、審査結果で、今度、グランプリを決める、 そういうことでご招待をすることになりますが、その際にも、あの、三笹の方にも泊まっていただくことも含めてですね、いろいろとこう、あの、三笹、三徳さんこうしたところについて、日本遺産のバックアップとなるプロモーションを進めていきたいと思います。それから、この鳥取県の方の貴重な自然という意味で、 生物多様性といいう課題がございますこれいろんな理由で必ずしも人間がしたものというよりは地球温暖化だとかいろんな変動によってということでありますがやはり絶滅危惧種ということも出てくるわけでありましていろいろと入れ替わりがあるとこの度レッドリストレッ,ドレッドデータブックの改訂をさせていただくことにいたしたいと考えておりまして。 えー、まあ改定としては986種、えー、これをあのレッドデータリストに載せていこうとで現行リストよりも増加するということになります例えばあのウミスズメとかニホンウナギとか、えー、またあのちょっとここに書いてないですがその植物、えー、等もいろいろございましてですね、えー それからあと逆にツキノワグマはこれ生息数が増加してますので東中国系も西中国系も含めてレッドデータリストから外していくということにいたしますこれにつきましては今後鳥獣、ね、保護管理事業計画これについて保護計画から管理計画例えばツキノワグマを改定するとか また新たにそうした植物ですね、えー、があの出てくるわけでありますがその植物について、えー、まああのこの、えー、保護計画の方に回していくというようなことがあったり、えー、まあ、それからあ特定気象集気象野生動植物ですねあ失礼しました先ほどはこちらですね気象、えー、野生動植物の方に ここれここに書いてないですけれども、このほかの中に磯すみれがありまして、この磯すみれなどをですね、こうあの特定気象野生動植物、これにあの加えさせていただく、これは条例がありまして、このあの気象野生動植物の保護条例があります、まあこれにいずれ新年度中にあのかけていくと。 ということになりますので、あの、これからパブリックコメントなどを進めていくということになります。え、それから、あの、え、長寿保護管理事業計画もこれに連動して、え、改定しようということになりますが、先ほど申しました月のバグえ、これを、あの、管理計画の方に移行するということになります。で、保護計画からずらしていくということですね。ですから、あの、狩猟が始まるということです。で、あの、新年度、 11月の15日から月の枠上の試料期を設定をするということで、あのう保護管理事業計画の改定をしようということであります。ではこれにつきましては現在パブリックコメントも進めているところでございます。私の方からは以上です。えっと、幹事社朝日新聞です。最初にちょっと質問します。えっ、ー、と、先週の 知事会見でも、えっと、質疑ありましたですが、あの、まん延防止措置の申請、あの、この1週間で、ま、あの、感染状況も少し変わりましたし、お隣島根県で動きがあるような報道もありますので、改めて意見時点での知事のお考えを伺えればと思います。まん延防止等重点措置につきましては、今後、県内の感染状況、特にまん延防止等重点措置は、飲食店街、 に関わるものでございまして、それについての感染動向というものは重要なポイントになると思います。今現在の我々の分析や感染状況では、今日、まん延防止等重点措置を検討する状況ではないと思っています。先ほど申しましたように、ちょっと諦めの悪い意見としてですね、まだ戦うぞと。 え、むしろあの戦時体制として、戦力強化を行って、え、ま疫学調査やあの患者のフォローなどを増やしていこうと。で、これによって、え、まその感染の山をですね、低くすると。具体的にはこういう感染に関連した飲食店はございます。で、クラスターも発生していると思われます。しかしそういうところをまだ囲い込んで、点の段階で止めていくと。 ただい,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 いまして現在まん延防止等重点措置に移行するというところを検討しているものではありません知事によってはそもそもそのまん延防止措置の効果にあまり期待を持ってなくて申請しないという発言もあってますが知事自体はまん延防の措置についてはどうお考えですか あのの分科会のときも実は申し上げたんですけど、まん延防止等重点措置については、国の対策をです、ね、もっとオミクロン株に即したものにしていただけるとありがたいということを申し上げましたし、これは知事会でもそうした要望をです、ね、させていただいているところです。と申しますのも、今回のオミクロン株の場合は、 えーまあ昨日尾身先生はその会食の場面で切り取ってお話しされましたけれども、実はそうじゃないんですよね、えー、結構スポーツイベントだとか、えー、それから学校だとか、そこで結構爆発的な感染というものが広がりがあると、まあ、学習塾なんかもそうです、であの特に、ね、定年齢層ですね、えー、子どもたちへの感染がやっぱりデルタ株以上に目立つんではないかと思います、これはあの全国の知事さんたちと話をしますが、皆さん、そこは共通認識です。 それであの、ま、ん延防止と重点措置の話もお互いするんですけれども、ええー、まあ、飲食店街よりもそっちの方が多いなっていうところが正直ございまして、ええー、多分あの、大都会型と地方型では若干違いがあるのかもしれません。ですから本当はオミクロン株に沿ったような形で、国の支援策があると、えー、なお効果が出るんではないかなと思いますので、この辺は政府の方にも問題提起を させていただいているところでありますあとちょっとあの事態を複雑にさせていますのは協力金の制度がありますで協力金につきましては沖縄県であの問題点が顕在化をしたということもありましてそれまであの知事会が求めていたことなんですがまん延防止等重点装置の時に認証店と認証店以外とで協力金に差が少なくともつかないように 制度設計してもらいたいというふうに要望してました。ただそこは崩れなかったものですからスタートをしたらやはり案の定沖縄県でそんなら認証店降りるという話になってしまったと。認証店はオミクロン株ではぜひとも必要な制度です。やはり同じ飲食をするにあたっても一定のパーティションであるとかあるいは消毒であるとかマスクの励行であるとか そうしたことをお店ぐるみでやっていただくことは非常に重要でありまして、これが感染拡大の防止に役立ちます。で国の制度いかゆえにですね、こういうお店の努力を放棄させるということは正直愚策だと思いますで。それを直してくれということを申し上げてたんですが、直らなかったとで。それでまん延防止等重点措置が始まったら、あの女、沖縄でもう認証店やめたということが出てきてですね、それで政府としてはあの考え方を改められたわけです。 で、改めての方は私は岸田総理の英単だったと思います。そこは評価してるんですが、えまだ残ってまして、えー、まん延防止と重点措置の適用がない、えその前の段階で、えー、私どもが夏にあったみたいな、えー、飲食店のご協力を求める時短措置のお願いをすることがあります。で、この場合には、今の国の制度では認証店には協力金は払われないことになっています。で、これはぜひ変えてもらいたいというふうに、 え、知事会は要望させていただいてますが、え、先週もだいぶ申し上げたんですけど、結局治ってないですね。今現在。で、この状態だもんですから、あの、結局この協力金を出さなきゃいけない状況になっている、そういう地域の知事さんたちは、協力金を認証店に出せないとなると問題なので、まん延防止等重点措置に済まざるを得ないということになっているんですよね。 だから一気にあのまん延防止等重点措置にドライブがかかっているというような状況であります。本来はちょっと本末転倒でありまして、えー、まん延防止等重点措置の手前の段階でもやはり国が相応の協力金制度の応援を組んでいただく必要が認証店についてあるのではないかと思っておりますじゃあ各社どうぞ。 えすみませんよろしいでしょうか。T.S.K. あかです。えー、マンボウに関連してなんですけれども、えっ、ー、と昨日、の島根県さんがえっ、ー、と陽性を方針表明されたということで、これについて鳥取県平井知事のもに何か相談等はありましたでしょうか。えー、随時にあの相談させていただいてます。まああの私とも三重県は、えー、双子の兄弟でございまして、えー、お互いに影響し合います。で本県の要請例 えー、島根県産に影響すること、えー、ございますし島根県産のものがこちらと関連してくることがございます、まあ、そういうわけで、えー、実はあの日々あの情報共有を、えーまあ、丸山知事とは図らさせていただいてますし、えーまあ、私知事会の会長をしていることもありましてですね、えー、そういう制度運用についてのご相談などもいただいておりました、まあ、その上であの丸山知事もだいぶずっと悩まれておられましたけれども この度決断をされたということでありましてそれに当たりましてもご連絡をいただいたところであります私どもとしてはあのしっかりあの島根県さんをサポートしていきますというふうにお答えをさせていただいています えっと、日本海新聞の竹下と申します。えっと、ちょっと後方から失礼しますが、えっと、無料の PCR 検査の会場についてなんですけれども、冒頭知事、あの、ご発言の中で、まあ、無料 PCR 検査の会場で、まあ、この陽性が見られるようになって、まあ、一定程度、今後も維持していかなければならないというご発言がありました。で、県の方は今、その、感染リスクが高い環境にある方向けにですね、えー PCR 検査会場これ1月の末までを期限とされているかと思いますけれどもこの期限についての取り扱いというのをどのようにお考えかお聞かせいただければと思いますこれについては延長したいと思いますまた今日またあの対策本部を開きますのでその中でもこの無料検査の扱いについて議論をさせていただきたいと思います先ほど申しましたように、えー、高齢者の施設については重点的に 無料検査をしていただく必要があるかなと思いますので、その辺の制度化を議論する必要があります。また、実はですね、産品料金は割と共通しているのが、無料検査の施設でございまして、まあ、そういう意味でキャパシティが島根県側でも需要が急速に高まっているので、 キャパシティが今オーバーしかけているという状況がございます。本県というよりは島根県側の検査量が増えてきていると。でそういうようなことでちょっと今不安定な状況も見え始めてますのでどういうふうにこの無料検査の仕組みを維持していくのかということはあります。ただこれからですね2月に向けますといよいよ県外での受験など そうした季節にも入ってくるわけでございましてやはり我々としてはこの無料検査の仕組みというのは維持していく必要があるだろうと従いまして延長が必要だと思いますでその在り方ちょっと最後今中でも検討しているところでありましてどのようにやっていくのかその辺をですね私どもとしては詰めていきたいと思います。今例えば についてということをあえて入れました。これは、あの、お正月対策であり、え、現にこの規制絡みで、え、本県でも、あの、ま、こういう、あの、会食クラスター的なものが、え、集団感染発生をして、え、それが、あの、え、私どもの県内の感染を拡大する要因になったと思います。ですから、そういう意味で、この規制客の、あの、無料検査というのは、一定程度それをバリアとして機能したと思います。 です、ですがもうその機能は大体終えたんじゃないかと思いますので、この規制というようなことは、よりもですね、やはりこの県内での高齢者施設だとか、あるいは、まあ何か心配な方を優先してやるとかですね、まあそうしたあの、一定のちょっと、コントロールがあってもいいのかなと思います。まあ具体的にあの、2月以降どうするか、今検討作業を進めております。 あ、すみません、中国信号バ馬田です。あのすみません、あのちょっと話題が変わりまして、あの JR の、えー、話でお願いいたします。あの先日 JR 西日本の社長がですね、あの輸送密度二千人以下はまあその見直しの対象、路線の見直しの対象であるというふうなあの発言をしています。まあそうなると、都道府県だともう白尾線、インビ線などがも入ってしまうというような状況です。 そういった中で,です、ね、あのまあそういった JR の,の考えについてどう思われるかという点とです、ね、あと、のの路線の存廃の話になってくると行政の財政支援を求めてくる、まあ、例えば、今、若狭鉄道で,です、ね、導入されているような上下分離のような形の財政負担ですとかそういったことを求めてくる可能性もあるんじゃないかと思うんですけれどもそれについて知事はどう,いう,ふうにお考えでしょうか。よろししくお願いします その輸送密度につきましてはですね、これはどの時点を取ってやるかで多分結果変わってくるのかもしれません。例えばコロナ前でやるのか、あるいはコロナ後でやるのか、それによって多分計算は変わってくるのだろうと思います。私どもの分析では、社長がおっしゃる2000人というそういう輸送密度というレベルではですね、 山陰本線の鳥取から浜坂のところこの岩見方面のところですねその県内の東側の山陰本線部分とそれからあと岡山側につないでいくインビ線の地図からその山を越えて奈を越えてですねそして向こうへ入っていくというあそこのルート津山に至るとルートですね。 そちらの2路線のみが2,000人というところに達しないと見ていますですからここのことかなというふうに思っております、まあ、いずれにいたしましてもこれ中央語圏でも話し合いましたがやはり今コロナで一時的に減っているということを考慮してもっと戻してもらうというのが数字じゃないかとそれから本県で言えばですねまああの 正直、あの、参院の高速線で、高速化であるとか、そうしたところで、県も、あの、かなりお金を出しましたし、市町村も、あの、分担金出しましたし、経済界も実は、寄付を募って出したりしてます。で、こういうように地元でお金を出して、え、快速列車を導入したっていう経緯もあるわけでありまして、そう簡単に納得できるかという、そういう、え、お声は非常に強いんですよね。 この JR にもこの間伝えたところでございますけれどもこうした思いがそれぞれの県にございまして中央高検としては先般まとめさせていただいたようにやはり JR として経営を維持していただきたい便数を元に戻してもらいたいということを主眼としてお願いをすることになろうかと思います。 であのまあ、これをじゃあ今後どうなるかということについては、まあ、JR 側との話が今後出てくるときにまた我々のサイドでも議論するということになるかもしれませんけれども本来の制度設計を申し上げればです、ね、これは立場は違うかもしれませんが国鉄分割民営化というのを中曽根内閣がやったときに全国の JR を分割するときの 考え方があったわけですよねでそれで大都市部の,あの、えー、まああの規定的には儲かる路線とそれからローカル線とは実はパッケージにしましてそれで採算を取らせるということが考え方だったんです。でそれは一体どこ行っちゃったのということですよね。でやはりあの、えー、交通というのは生活の基本的なインフラでして 国として国有鉄道で持っていたものを民営化しても機能は維持していくよというその制度設計で分割民営化ということをやったわけですで JR 西日本さんも企業の生い立ちとしてはそういう公的な被災というのはやっぱり持っているということは是非ご理解をいただきたいと思いますえまあ他方でどうしてもそのローカル線のウエイトが高くて採算が取れない 三島会社といわれる北海道、四国、九州については、国の方で設置したあの三島基金というもので、赤字補填をするという仕組みになっているわけですね。で、西日本にそれがないのは、それはあの、京阪神の路線で稼いだ分で回せばいいと、そういう思想になっているからであります。従いまして、そのやはり根本の出発点というのは、 我々地方側としてはですね、自治体側としては覚えてますので、このことはやはり申し上げなければいけないのだろうと思います。おそらく JR さんは世の中の趨勢として、ま交通機関の利用の形態が変わってきていると、それで構造的な問題だとかの問題意識は終わりなんだと思います。だから私たちもそれについてあの真摯に対話に応じていきたいと思いますし。 先ほど申しましまたように観光による交通振興とかです、ね、それから通勤利用の促進だとかそうしたことは我々としても精一杯やっていきたいと思います。 通信の竹昨日でおととい、岸田総理が施政方針演説、就任後初の演説を行いました、で先週には就任後、まあえー、政権発足100日が計画したということで、あの知,事としまあ、知事会長として、まあ、政権に、えー、要望活動をされている中で、まあ、振り返って知事としては、どう見てらっしゃいますでしょうか、まあ、典型的には、この度のまん延防止等重点措置の,あの指定。 に現れていると思うんですが、地方のあの声にあの聞く耳は持ってくださったと思っています。まですからあの全国知事会長として評価をいたしたいと思います。ぜひですねこれからもこうしたあの現場の意見に基づくまいわば血の通った政治というものを岸田内閣でやっていただきたいと思います。 ただ、あの、結果がまだ、あの、十分に出ているとは言い切れない状況だと思います。まあ、現実にも、あの、総理が就任されて、その後、デルタ株は収まってきました。で、今、今度、オミクロン株が、あの、急浮上してきています。え、これに対してどう戦うかっていうのは、え、岸田総理も一つの、え、今、ステージの上に立って、え、やる、え、そういうリーダーシップの発揮のしどころだと思うんですね。 でここのところでぜひ、えー、我々地方の,あのそうした現場の声というもの、えーまあ、結局学者さんなんかもデータを見てるけれども一人一人の人間は見てないです我々一人一人の人間見てあこういう人が写ったあこういう場所で写ったって全部それを把握した上で議論してるわけですねだからやっぱり我々の方がよっぽど知ってるわけですよでそれで官邸に出入りする学者さんなんかもいらっしゃるでしょうけど 私たちの声というのはそういう意味で実は重いということを分かってもらいたいと思いますね。で、そのことを総理は分かっておられるので、まん延防止等重点措置ということには、完全に地方の申請通り、即日やってもらっているという状況がありますので、こういうようなスピード感だとか、それから現場の重視ということは、姿勢としてぜひ大切にしていただきたいと思います。 これから、あの、例えばデジタル田園都市国家構想、それから、え、まあ、脱炭素化であるとか、え、それから新しい社会資本主義、新しい資本主義であるとか、え、そういう、あの、テーマが問われるようになってくると思います。え、この辺はまだスタート台でいらっしゃいますので、 ぜひですね。我々知事会も一緒になって頑張りますから、成果を上げていただけるようにご奮闘に期待したいと思います。毎日、毎日新聞の野原です。ワクチンの件でお伺いします。あの今日の資料でかなり前倒し協力に推進するということですけども。 今後、これ以外にも12歳未満のワクチン接種が始まることも想定されますがこの体制でもそれが入ってきても県としては問題なくこなせるという想定の上の計画なんでしょうか、はい、それを織り込んだ上でのお話を申し上げております市町村も当然ながら並行作業になりますのでそこをやりながらということになります。 であの国の方にも若干申し上げてるんですけども、えー、本件のようなところは小児科医、そんなに絶対数が多くないと、あの相対的な割合でいうと、そこそこあるんです、あの結構多いんですけども、ただ絶対数でいうと少ないものですから、打ち手が足りないということになりかねない、でそれで例えば広域対応なんかをですね、えー、我々は今、党中性それぞれ組んでます、西部は比叡村だとか、えー、少ないところが中心になって、いるようなことをくっつくというようなやり方ですけど、 東部中部はまあ一体としてという方向で今やってます。こういうふうにして工夫をしながら、その12歳未満の接種の体制というものを可能なように設計をして参りたいと思います。今日またこの辺も話し合いたいと思います。わかりました。えっとそれともう一件あの別の話題なんですけれども、一番最後のあの調剤法管理の件ですが。うん あのイノシシやニホンジカはかなり年間捕獲目標を増やされる計画となっております。であのまあ、県はあのハンターの育成ともやっておりますが一方であの現状でもかなりあの現場はカツカツだったと把握しておりますがこれだけ大きく増やしてあのハンター側の方がかなりあのそれに追いつかないのではないかという懸念もあるかと思うんですがそこに関してはどのようなお考えですかまあこの辺についてはあのまずはこれは計画設定であの年次計画でありますから。 令和8年度目指してということです。現状どうかと言いますと、イノシシは6000頭という目標を従来持ってましたが、これ倍増ぐらい今取ってます。それから、あの、日本自家も1万頭ぐらい今取ってたと思います。実はあの、目標を達成してきたというのが、これまでの、計画の状況でした。で、今後その、あの、要望、あの、目標水準を今上げてですね、さらに、あの、上目いくということなんですが、その背景には、 え、まあ実は捕獲等数を上げているんですが、え、個体数はやっぱり増えているんですね。ですからまだ、あの、捕獲圧の方をかけなければ、え、まあバランスが取れないという状況です。従いまして、え、もう一段ギアを上げようというのが今回の計画の考え方であります。当然ながら、え、まああの、え、狩猟関係者であるとか、 またそれと密接に動い一緒になって動いて市町村とですねいろいろとタイアップをしながらやっていこうと市町村も問題意識非常に強いので被害も大きいですからまたジビエ活用などのそうしたプラスの効能も今上がりつつありますので何とか弾みをつけて目標にしたいといういわば願望値がこの数字だとご理解いただきたいと思います。 と広報から再び失礼します。日本海新聞竹久です。あの今日の会見の内容とは異なるんですけれども、えっと本日あの午後からあの教育保育施設等におけるまあ事故防止に向けた調査検証チーム報告書について、えー、まああの記者発表があるかと思います。でこれ私もかねて質問をこの場でさせていただいているまああの。 市内のま、私、立幼稚園での火傷事故などを受けてま発足をさせた会議だろうと思います。で、これについてはあの知事もかつてこの場でお話をされていたように。えま県側。 この縁側との対応の在り方、えーまあ、不備というものも実際あって、まあ、それについても、まあ、この中身に盛り込まれるものだろうと、まあ、あの推測するんですけれども、この報告書を、まあ、受けてです、ね、県としてどのように今後、この教育、保育施設等の安全管理というものに取り組まれていくのか、所見をお伺いできればと思います。 これにつきましては、この度公表されるということで、完全にこれ有識者の方々で今議論されてますから、それを我々も受けてですね、真摯に対応してまいりたいと思います。これまでの審議計画からしますと、やはり縁側の問題点の指摘ということはあろうと思いますし、それから今回縁側の方で事故があった後ですね、 その初発の報告というものが遅れてしまっていると、これはペーパーワークで、私どもの担当部局と縁側とのやり取りを延々とやっていて、結局、その初動での報告が遅れていると、国への報告がですね、こういうことが問題として言われているところです。 このあの、県のあの、やり方につきましては、これはあの、即刻、あの、改めさせていただく必要があると思いますし、どうしてこういうことになったのか、ということも、構造的なところも、あの、内部で、この報告を受けてですね、今回のあの、先生方の、調査結果を受けて、私どもも、対応してまいりたいと思います。また、あの、該当の、まあ、幼稚園さんにおかれましては、 しっかりとですねこうした調査結果を受け止めていただく必要があると思いますし安全対策というものを徹底していただく必要がありこれをまた他の幼稚園子ども園等にも広げてこうしたことの再発防止この徹底をこの機会に皆さんに 流させていただく、周知をさせていただく、ことといたしたいと思います。すみません。日本海新聞の浜田です。知事すみません。あの、小学校の三十人学級についてお尋ねします。あの、鳥取県はもうかなり前の段階からですね。少人数学級というのをまあ、全国に先駆けて、推し進めてまいりまして、まあ。 そなに効果も出てたと思うんですけどもただちょっと最近あの学力テストなどでですね少しちょっと成績がまあ伸び悩みじゃないですけれども学力の向上にも資するというはずの少人数学級の成果っていうのがなかなか現れてないところもあるのかなと思うんですけどもせっかくその少人数学級にしてまあ箱を作ってというか体制を整えても教える側のまあ教員のですね質が上がらなければまあせっかくその30人学級にしても 効果というのがついてこないかなと思うんですけれども、30人学級の導入と並行して、ですねその教員のスキルアップというか、その資質も向上させるような施策というのも、せてお考えでしょうかこれについては、あの教育委員会側と、えー、私もこれまで話し合いをしてきましたが、浜、えー、田さんおっしゃるのと全く同感でありまして、もともと30人学級以前にこう35人学級で少人数学級を、えー、本県は貫徹したんですね。 でこれ他県に先駆けてやっているんですけどもその時も学力向上ということをおっしゃっておられたわけですしかし残念ながら結果は逆でして、えーまあ、もちろん他にも例えばいじめ防止だとかそれから学級崩壊対策だとかそうしたこともありますが学力については成果は出ていない。 ええと、あの、言わさせていただかざるを得ないと私は思っています。ですから、このことは問題意識は教育委員会にもお伝えをさせていただいておりまして、で、これとセットでですね、学力向上プログラムというのを今お願いをしているところです。今、教育委員会でも、各市町村の教育委員会も、各市町村長かな、あの、各市町村回りまして、教育長も話を重ねてもらっているところなんですけども、 やはり問題意識を持ってですねこれは首長部局も教育担当部局も一緒になりまして子どもたちの学力向上だとか保護者の皆さんが期待するようなそういう成果につながる仕組みとしていかなければならないと思います決して理論的には指導対象の人数が抑制をされることで目が行き届くようになりますし まあ、そういう意味で学力向上のチャンスにつながりうるものなんですがそれがそういうふうになるようにですねやはりこれと合わせてそうしたプログラムの問題も並行してやっていきたいと思いますし成果の検証も随時させていただいてこれ年次進行で進んでいきますからあまりにも成果がないようでしたら これは止めざるを得ないということもあると思います質問よろしいでしょうかではあの知事会見を終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました